ロシアのウクライナ侵攻は、今年いっぱいは終わることはないと言われ始めているね。膠着状態は相変わらずみたいだね。ロシア軍が制圧をメロンで攻撃を継続しているウクライナ第二の都市ハルキウでは、ウクライナ軍が旧ソ連時代の兵器を使用してロシア軍を押し返しているらしいぜ。ちなみに使用している兵器は旧ソビエト製の 122mm 多連装ロケット砲と言われているな。そうみたいだね。さて今回はハルキウでの反転攻勢に使われている 122mm 多連装ロケット砲について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。このロケット砲、前世は1991年平成3年に崩壊した旧ソビエト製の多連装ロケット砲で、1991年中に作られたとしてもすでに30年以上経過し、耐用年数は尽きているはずなんだ。兵器は日進月歩で進化しているから、とっくに時代遅れの武器になっているってことだね。コンピュータの1年は10年と言われているが、近代兵器にもコンピュータは欠かせないファクターだから、30年前の兵器は300年前のものと判断されるくらい時代から取り残されていると言っても過言じゃないぜ。そういった古い兵器を使っているウクライナ軍なのに、ロシア軍は後退している、つまり、負けているってこと？あれほどの軍事力を誇っているロシアが前時代の兵器に尻尾を巻いて逃げていることに、ロシア軍は思ったより弱いのではないか、という感じを受けるが、本当のところはどうなんだろうな。2022年8月5日の AP 通信によると、東部ハルキウ州に展開しているウクライナ軍部隊が多連装ロケット砲など旧ソ連製兵器を使用してロシア軍を撃退しているということだったよ。同時にハルキウ州知事は、ロシア軍のミサイル攻撃によってハルキウ市内の民間施設が被弾した。ハルキウ州に新たに侵攻してきたロシア軍部隊をウクライナ軍が押し戻したと SNS などの手段で世界に発信しているようだね。ハルキウ州のウクライナ軍が攻撃に使用したのは、ロシアの侵略以前から所持していた 122mm 多連装ロケット砲グラートなどの旧ソビエト製兵器と思われると AP 通信は報じているんだ。第127領土防衛旅団の司令官によれば、ウクライナの戦士たちは祖国を侵略した悪者からヨーロッパと全世界を守っている事実を、世界中の人々が理解する必要があるとした上で、西側諸国に追加の重火器等の兵器の供与を要望したということみたい。この 122mm 多連装ロケット砲 BM21 グラートについて少し説明すると、ウクライナはロシアの侵略以前から185機を保有していたんだって。この他に多連装ロケット砲として BM27 ウラガン70機、BM30 スメイチ81機保有していて、現在は、ロシア軍から奪った兵器を使用している可能性もあるんだけど、こういった兵器を使用してロシア軍に攻撃をかけていると思われるよ。そのためウクライナ軍には自走式戦術弾道ミサイル OTR-21 と地下が90機あるはずだけど、今まで使用して戦果を上げたという報道はないみたい。ちなみに統治下というのは、ロシア語で城塞の意味だな。鉄筋コンクリート製の防御基地を指す軍事用語だとか、戦いに関わる単語であることは間違いないようだな。ウクライナの兵器だが、ゼレンスキー大統領が多連装ロケット砲と同様、ロシア軍より圧倒的に足りないとリクエストしている長射程榴弾砲も主に旧ソ連製の一時代前のものが使われていたそうだぜ。戦況を振り返ると、6月中旬頃は東部戦線でロシア軍が攻勢に出ていたよね。当時の両軍が使った砲弾数を見るとウクライナ軍5から6000発と推測されていたのに対し、ロシア軍は10倍もの6万発と計算されていた時期があったんだ。単純計算では、ウクライナのロケット砲と榴弾砲の数に対して、ロシア軍はロケット砲発射機数 4.7 倍、榴弾砲進数 3.5 倍も保有していると見られているから、はるかに上回っていることは明らかだよね。発射頻度も3倍以上と見られていて、数が多いから、ひっきりなしに発射できるということだと思う。こういった事実を背景に、ウクライナのポドリャク大統領府顧問が6月13日、ツイッター上に投稿していて、その内容は、戦争を終わらせるにはロシア軍に負けない数の重火器が必要と主張し、榴弾砲専門、多連装ロケットシステム300機など、具体な武器名を示して西側諸国にさらに支援を求めたというもの。そして、ポドリャク氏の要請に応えるかのように西側諸国は 155mm 榴弾砲と多連装ロケット砲システムの供与を決定したんだ。多くの国々の支援がウクライナに約束されたが、こういった榴弾砲以上にウクライナ軍が最も必要としていたのは、多連装ロケットシステムマースでゼレンスキー大統領がとにかく一刻も早く供与してほしいと絶望していたほどだぜ。ゼレンスキー大統領が喉から手が出るほど熱望していた MLRS マースを紹介すると、射程80から 100km と見られる長射程ロケット弾が発射できるシステムで、今までウクライナ軍が自分たちも使ってはいるものの、
威力に頭を悩ませてきたロシア軍の多連装ロケット砲システム BM21 グラート最大射程 40km や、BM30 スメーチ最大射程 70km に向けて、それらの射程外から反撃することを可能にする兵器と思われているんだ。ゼレンスキー大統領の要請を受けて、アメリカからは高機動ロケット砲システム M142 ハイマースが供与されることになり、現在まで16機が届けられたそうで、イギリスはハイマースの原型であるマース M270 を、ドイツもマース2の供与を決定しているよ。1機のハイマースに搭載できる長射程ロケット弾は6発ということだけど、M270 とマース2は同時に12発搭載できるみたい。攻撃力比較すると、M270 とマース21機がハイマース2機に相当する計算になるから、2倍と考えて良いんじゃないかな。これらハイマース、M270、マース2は MFOM MLRS ファミリーオブマナイションロケッツ&アーティラリーミサイルズと呼ばれる、ロケット弾及びミサイル兵器群を全て発射できる兵器なんだよね。ロケット弾が共有できるのは大きなメリットだよね。そうだね。最大射程がなんと 100km とされる誘導型マース G マース精密誘導ロケット M30 や改良型 M31 も発射できるだけでなく、射程 70km のトルコ製のパース SAGE-227F なども発射可能と見られていて、かなりマルチタスクな兵器と思われるよ。こういった兵器が手元にあることでウクライナ軍は、ロシア軍後方の榴弾砲部隊や多連装ロケット砲部隊の攻撃ができるようになったってわけ。さらには弾薬庫などの兵站施設や司令部などへの攻撃により、ロシア軍の進撃を足止めしたと言われているな。戦いでは補給や後方支援はなどってはいけないもんね。旧日本軍がこういった要素を無視して、悲惨な状況でも前進させ、精神論ばかりを声高に叫んだ挙句、数えきれないほどの無残な結果や悲劇を生み出したことは歴史が物語っているもんな。ロシア軍の侵略が始まった2月時点での兵力を比較すると、ウクライナ陸軍は榴弾砲数だけでなく、戦車数も約2600両しか所有しておらず、ロシア軍は約12500両と言われていたから、圧倒的な戦力差ということが一目瞭然だよね。差は数だけではなく、ウクライナ軍が保有していた戦車は、旧ソ連時代に開発されたものが620両。現在ロシア軍の主力戦車を開発したハルキウ機械製造設計局が1台前の戦車に近代化改修を施したものが100両。この2種類を合計した国産720両が主力戦車だったんだ。しかし、最近ロシア軍がキーウ攻略を諦め退却する際や、他の戦闘地域で放置されていた T72 戦車133両と T80 戦車51両、T90 戦車17両を手に入れたらしく、ウクライナ軍はこれらを修理して前線部隊に配備しているという情報も入っているよ。T72 はポーランドとチェコが合計200両以上をウクライナに供与すると表明しているから、すでにウクライナ国内に輸送されているのではと見られているみたい。ウクライナには旧ソビエト時代に戦車の設計や生産分野で有名な軍需工場が現在も多数存在しており、しかも、それらの施設は現ロシア軍の主力戦車 T72系や T80系の戦車の設計開発製造に携わっていたらしいよ。つまりほぼ完全にロシア軍戦車のメカニズムを掌握していると言ってよいな。だからこそ、敵が乗り捨てていった壊れた戦車の修理も整備も可能ってわけだ。ただで敵の戦車が手に入り、自分たちで修理して敵攻撃に使えれば、すごく経済的というか、効率的だよね。このように、戦車についてもウクライナ軍が使っているのは旧ソビエト製のものが主になっていて、慣れ親しんでいるという点では即戦力として当てになるけど、動かすのは人間だからね。ここでの問題は、戦車を操縦する兵員の育成は短期間でできるものではないということで、身近な例だけど、自動車の運転免許にしても、講義や試験、教習所練習、路上練習を経て最終試験に合格しなければ運転は許可されないのと同じなんだ。そして少なくても半月はかかり、戦車の操縦は自動車以上に厳格で慎重でなければならないだろうから、訓練にどれほど時間と手間がかかるものなのか、想像すると気が遠くなりそうだよね。戦車の操縦には陸軍の新兵の中から選択し、訓練する方法しかないから、西側諸国から供与された戦車が実際に戦線に配備されるのは8月以降と推定されているよ。なお、西側の戦車は NATO がドイツ製レオパルトに A4 を20両供与しているんだけど、この戦車に関しては運用可能になるまでにはさらに時間がかかると思われているんだ。供与する数が20両と割合に少ないのは、将来的に供与数を増やしていくことを想定して、今の20両は操縦に習熟するための訓練用車両として使用するためではないかと推理している人も多いみたい。いずれにしても、この戦争がまだまだ長期化した場合、西側諸国のウクライナへの軍事支援が勝敗の鍵を握ることになるのは間違いないだろうし、
万が一、西側諸国の支援が経済状態やロシアの戦術核使用などの要素で停滞してしまったら、戦況はロシアに有利に動くだろうと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。チャンネル登録してね。